どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっとお役立ちというか、めちゃいい動画になると思うんですよね。撮っていきたいと思います。今日取り上げたいテーマはですね、16ビートのチャを練習しているけどやっぱりどうしてもうまくいかないという方がすごく多いんですね。で、そんな方にですね、やっぱりいずれはね、16ビートのチャといえばこういうリズムですよ。これなかなかやっぱ難しい。で、ガズレレでもいろんなね、16ビートにまつわる分かりやすい動画とか、どんな手の動きだとか、そういういろいろ分析してる動画いっぱい過去にも上げてるんですけど、やっぱりなかなかすぐできるリズムではないと思いますということなんですけどね。そこでですね、まあ妥協案ってわけじゃないんですけど、やっぱりでもそれにしたって16ビートがうまくできないけど、16ビートの曲をやりたいっていう時あるじゃないですか。で、まずは、階段のステップの途中として、16ビートのチャーの練習は引き続きしていただくとしてもですね、その途中、ここが、まず8ビートの、これが8ビートのチャーの段階だとしますね。で、ここが16ビートのチャの段階だとしますよね。で、こっからここまでが結構高いって話です。今言ってんのはね。で、いずれはこの今やった16ビートのチャが弾けるようになりたいけど、この間に一個こう途中のステップ入れようじゃないかという話でございます。8ビートのチャと間に入れてから16ビートのチャいずれ弾けるようになると。で、この16ビートのチャと8ビートの間にの、8ビートのチャの間に入るリズムっていうのは、実はこれがいいぞと。はい。アイランドビートというリズムが、ガズレレではあります。アイランドビートっていうのはあれですよ。私が名付けた名前ですからね。まあ私というかガズレレなんかもみんなでアイランドビートっていう名前がいいんじゃないってことで、まあ名付けられたリズムなんですけど、それね、一応16ビートの、チャの仲間なんですよ。なんだけど、ちょっとね、16ビート、ガズレレでいうところの16ビートのチャのリズムよりも、ワンランクちょっとね、簡単なんです。で、このアイランドビートの、弾き方をめちゃくちゃ濃厚解説してる動画、ま、あるんですね。まあ、概要欄に貼っときます。で、アイランドビートのこの3分トレーニングレッスンっていうのもすごく練習になるんで、合わせてやってもらいたいんですけど、まあ、こっちも概要欄に貼っときますけどね。まあ、一応今さーっと解説すると、アイランドビートっていうのはこういうリズムです。もっとほんと跳ねてんだよね。ダンダンダン。がアイランドビートです。ちょっとアイランドっぽいというか、なんか南国っぽい雰囲気あるじゃないですか。このね、アイランドビートっていうのは結構比較的、さっきやった16ビートのチャ、ガズレレの16ビートのチャよりは簡単なんですね、イメージが。ちょっとね、アイランドビートをめちゃくちゃ詳しくしてる、解説してる動画でも言ってるんですけど、これ8ビートを2回繰り返してるって考えるとすごくいいっていうふうにいつも説明してるんですけど、ちょっとここでもやってますね。8ビート弾いてみます。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。これ8ビートですよね。で、8ビートのチャというリズムをやります。そうすると、じゃん、チャッチャン、じゃん、チャッカッチャン、チャッチャン、じゃん、チャッチャン。はい。こんな感じになると思いますね。で、このアイランドビートっていうのは、これのチャの位置を変えると、なんかできちゃってるという不思議なリズムなんですよ。ちょっとやってみますよ。まず最初は8ビートから。じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃん。アイランドビートに入ります。じゃん、じゃじゃ、チャッカッチャン、じゃん、じゃじゃ、チャッカッチャン。わかる？じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。じゃんじゃじゃ、チャカチャン、じゃんじゃが、チャカチャンです。なんで、じゃんじゃじゃ、チャ、ここでチャを入れると、アイランドビートになっちゃうんですよ、8ビートを。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃ、チャチャチャン、じゃんじゃじゃ、チャチャチャン。これでちょっと跳ねて、シャッフルのリズムにすると、じゃんじゃじゃ、チャカチャン。これがアイランドビートの基本でございます。で、このアイランドビートと16ビートのチャ何が違うかというと、シンコペーションが入ってるんですよね。ちょっと詳しく分析すると、16ビートのチャ、今ガズレレで言うところの16ビートのチャもう一回やりますよ。ダンダカチャカタ、ダンダンダチャカタカ、ダンダカチャカタ、ダン。この今のアップで、ダンダカチャカタ、ダーンとアップが入ってるじゃないですか。ってことは詳しく分析すると、それシンコペーションなんですよ。リズムが前に食い込んでる。どんどんチャカタ、パン出すか、チャカタか。ここの食い込んでるところがやっぱ16ビートのチャのやっぱ一番こうキーポイントであるかっこいいところであり一番難しいところなんですね。なんだけどアイランドビートっていうのは16ビートのチャのリズムの中にありながらもシンコペーションが入ってないわけでございます。これがポイント。そうするとですね、ちょっとワンブロックコード1個の曲、代表曲やってみましょうか。スピッツです。せーの。君を忘れない。で、これがやっぱりちょっと難しい。これをやりたいんだけど難しいという方に、アイランドビートでこれをやるとどうなるか。せーの。君を忘れない。流
まあ、16ビートのチャみたいにこう、ドン、タカタ、ダスタタン、タン、こういうね、あの、シンコペーションというか、こう、またいでいくような、あの、グルーブ感はちょっとないんですけど、それにしてもやっぱ16ビートの質感はかなりあるじゃないですか。ダンダカ、タカタカ、ダンダカ、チャカタカ、ダンダカ、タカタカ、ダンダカ、チャ、ふんわりすると思います。ただし、やっぱり16ビートなんで、手のね、手首っていうか、こう、あの、肘で弾いてると、こういうガキガキになっちゃいますから、ね、手首柔らかくしても指も使ってます。ガズさんは結構タンダカタカタカね、タンダカタカタカタンダカタカタカ、これは16ビートのチャでもアイランドビートも同じなんですけど、体は柔らかく使ってしなやかに、これが大事になると思いますけど、このアイランドビートからまずこの16ビートのふんわりした感じをつかみ取るのがいいんじゃないかという提案でございます。実はこれうちの奥さんハニーさんがですね、16ビートがあのなかなかうまくできなかった当時にアイランドビートだったらこれ気持ちよくできるっていうのをまあ発見しまして、これ動画にいつかしようと思っていて、なんか今日いいタイミングだなと思ってこれシェアしているんですけど、これはちゃんと実証済みです。でアイランドビートで16ビートの雰囲気がつかめてくると、16ビートのチャのカズレレでいうとこのドンドコタカタドンドスカタカタカもなんかねつかめやすくなるんですよ。これやっぱ階段8ビートのチャからアイランドビートで16ビートチャに行くみたいな感じのその途中過程としてですね、これをマスターしてもらうのすごいおすすめかなと思います。ちなみにですね、アイランドビートっていうのはもっと本当は跳ねてるんですよ。ドンタッコチャッカタッカドンタッコチャッカタカ、これをもうちょっと跳ねを抑えるとドンタッコチャッカタカドンタッコチャッカタカみたいな感じになるということでございますがですね、これかなりですね、あのいいです。で、アイランドビートアイランドビートって言ってるんですけど、例えばこういうコード進行があったとします。いいですか、弾いてみます。これをね、普通の16ビートのチャでやりますよ。なんだかチャカタタスタスタチャカタカドンドクチャカタカドンドクチャカチャカ、もう一回。はい、今やってみたんですけど、この F と G7 のとこってワンブロックコード2個じゃないですか。ここのところはもうすでにアイランドビートみたいになってるんですよ、普段から。なら例えばこのコード進行、ワンブロックにコードを2個ずつ入ってる。いきますよ。せーの。タンダカタカタカ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 。はい。これ、16ビートのチャなんだけれども、ワンブロックコード2個弾いてる時ってもうすでにアイランドビートみたいなこともやってるわけですよね。16ビート弾いてる時でも。まあなんでそうやって考えてみると、16ビートのチャとアイランドビートっていうのはもうものすごくこう、まあほぼ、だから近しい仲間みたいな感じですね。なんで、16ビートのチャ今練習してて掴めそうで掴めないっていう方、かなりたくさんいると思います。僕もいろんなイベントとかね、いろんなこうオンラインの、ライブ配信イベントとか質問を受けるときに、16ビートじゃみんな手が届きそうだけど届かないという方結構多いと思うんですよ、ね。その時、アイランドビートからやってください。で、とにかくワンブロック2個の時は今みたいにもう16ビートちゃやってても勝手にアイランドビートのね、跳ねてないやつになってるんで、これはおすすめですよと。そうすると16ビートの曲も、じゃあ他の曲でやってみるとそうだな。例えばサザンの、愛しのエリーでやってみると、なくしたこともある。冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。いいでしょ？これ普通の16ビートだと、なくしたこともある。ね、ちょっと雰囲気が違う。こっちの方が、なんかこう流れててかっこいいんだけれども、まあ、そういうことです。これを、まずその途中のステップまでで、ドン、チャカタカ、ドン、こういう風にアイランドビートで置き換えてやってみる。そうするとやっぱり16ビートのチャがうまくいかない方がこれ8ビートでやるのとはやっぱ全然違いますよね。なかしいたこともある、冷たくしてもなお、これだとやっぱりね8ビートだと出ない雰囲気っていうのがあるんです、曲によっては。さっきやったスピッツも、君を忘れない、これもね、やっぱ16ビートのノリってちょっと欲しいじゃないですか。そんな時に、君を忘れな、ダンダカチャカタカタ、アイランドビートご活用ください。で、さっきも言ったんですけど、このアイランドビートってね、一回身につけると16ビートのそのニュアンスっていうのはね、結構こういい感じになるんで、まずこのアイランドビート練習するのがいいですよ。はい、さっきも言いましたけど、アイランドビート3分リズムトレーニング。この3分リズムトレーニングプログラムっていうのをガズレレではやっててですね、もうかなりいいですよ。いろんなリズム3分で深めましょうっていうのをやってるんで、これもね、合わせて他のリズムもね、やってみてください。で、アイランドビートでなんとなく掴んでから16ビートのチャ、やっぱりなんつったって最後はこのリズムに行きたいわけですよ。この1、2、3、4。はい。
ぜひこの段階で行くのがいいかなと思います。ちょっとね、16ビートのチャで行き詰まってる方、まず突破口としてアイランドビートをしっかりマスターしていきましょう。アイランドビートも跳ね具合によっていろんな表現もできますからね。はい、こっちの方がね、取り組みやすいかなと思いました。まずはね、やっぱりそういうことでやっぱりこうね、自分の音楽のこう成長がね、なんかぐあーってなってる時に、ちょっと横道からこう遠回りかもしれないけど、そのリズムにたどり着いていくっていう方法がなかなか素敵かなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、お知らせですけど、Gラボ祭り5月25日開催です。100万円分のプレゼントが、オンラインライブ配信中にその場で抽選をして当たってしまい、しかもなおかつ当たったかなりガズが直接電話してワイワイやるぞというすごいイベントです。参加条件は G ラボウクレレのユーザー様であればどなたでも無料で参加できます。申し込みがいるんで概要欄チェックしてみてください。はい、あとはこちらで、はい、もう馴染みになったと思うんですけど、ご機嫌ガズレレデイズ、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本でございます。ここにご機嫌って書いてあるんだけど、ご機嫌で音楽をやる、ご機嫌で毎日過ごす、もうとっておきの言葉がたっぷり詰まったいい本になってます。ぜひお手に取ってください。主婦の友社から全国発売中、よろしくお願いします。さあ、そんな感じで楽しく音楽していきましょう。こっちから行けないようだったらこっちから回っていく、こんな感覚も音楽と楽しい、その道のりこそ楽しい時でございます。楽しく音楽していきましょう。さよなら、バイバイ。